まあそれとねまた話変わるんですけどね、はい、先週行ってきました近所の田んぼ祭り。あ、近所ね。ええ、はい、そう、いや田んぼフェスタ、田んぼフェスタか、うん、田んぼあんなにきついとは。あ、はい、あ大変よね。 あれ入ることって感じなんだ、入りの時よりもね、ええ、いや入りはしなかったんですよ。もう横歩くだけでも道がぬかるんでて、はいはい、そこ歩くだけでも大変だし、大変ね。あの全然目を立てきれなかったらつるつる滑るよ。はい、でもね、もう草履だと滑るし、うんうん、だから子供は走るし、それを追いかけるようにも滑るし、うん、まあでもあれは、どんな画像を見てても泥だらけだよね、はい、子供はね、はい、あれ着替え持ってかんと大変ですよ、はい、バスタオルとか、はい、着替え持ってきました、はい、ただ着替える場所が、あ、そうだった、いや一応あったんですけど、うん、結局こ、はい、うん、子供だからみんなそういうとこ使わずに、うん、もう道で着替えてました。あ、そうなんだ。いや、でも水で、あ、そうそう、水でシャワーがあったじゃん。シャワーもあって、うんうん、だからもうそのシャワーの周りで、うん、もう道沿いのところでみんなすっぱらかになって、うん、子供でしょ、子供ですよ、うん、いやなかなか、いわゆるあの小川もあったんじゃない、天狗みたいな形であったのかな、流れてる川なんかもあったんじゃない、田んぼがあって、はい、それから流れてる川、小川があるからね、はい、まあ、とにかくね、YouTube 載せる動画、さすがに子供たちが着替えてるシーンがね、全部カットですよ、映、うん、り込んでるのも全部カット、うんうん、大変でした。まあ、あの時は背中にするから、ね、さなきゃいいんだけど、もうそこは背中にするとかね、そうそう、いや、気がついたらカメラに入ってることもあるんですよ、裸の子供が。まあまあ、そこは広さじゃないんだからね。もうね、片っぽでどういう風に繋げたのかよくわかんない、うん、天気良かったですか。天気は良かったですよ。何日です、5月3日ですね。あ、良くなった、うん、